待ちわびたぞ。終わりをもたらす者よ。俺は どうしてこんなことに。ダミー、オーランド、無事だったのか。他のみんなは。オーランド、リック、
行くぞ。だな。リック、こんな。気を抜くな。行くぞ。とどめだ。決めるぜ。みんな大丈夫か。何なんだこの化け物は。一体どこから。さてな、さっきの大地震と何か関係があるのかもしれないが、生き残ったのは俺たちだけか。大陸中に名を馳せたオルニア傭兵団か。オーランド、これからどうする。たった二人で遠征の続きってわけにはいかないからな。とりあえず森を抜けるぞ。こんな見通しの悪いところにいたんじゃ、いつ襲われるかわからないからな。それにあの化け物が暴れてるのがここだけとは限らない。我が妹が心配だしな。マリー、町に戻るぞ、ダウィン。あ、チャンスだ。じゃあな。終わりだ。やったな。
やるしかない。とどめだ。ケロ、俺たちの勝ちだ。落ち着いていこうぜ。またな。俺たちの勝ちだ。あいにく構ってる暇がなくてな。大した。出口だ。ああ、なんだ、どういうことだ。どこなんだ、ここは。何が起きたんだ。
何をやろうとしてるんだ。俺はやめろ。やめてくれ。よし。
嘘だ。じゃあさっきの化け物はオーランド？そんな、俺は、今のは想定外の事態です。異なる企画の台座にも適合している。さすがは選定者の器と言うべきでしょうか。なんだお前らは、何を言ってるんだ。やむを得ません。あなたに選んでもらいましょう。世界を救うための生贄を。なんだ？マリ！マリ、どうしてここに？マリ？どうして？どうして兄さんにあんなこと？どうして？どうしてよ？なんで、それを。みんなここで見てたのさ、あんたがオーランドを切るところ。どうだった、奴を切った感触は。ここじゃ声までは聞こえなくてな。奴はどんな悲鳴を上げて死んだ。タミ、どうして。俺は、それが世界を救う唯一の術だからです。
いつら、さっきの。ようこそ先帝者、そして殉教者たち。滅びの火を払い、世界を安寧へ導く祝福の子らよ。時は来ました。これより滅びに抗う聖なる儀式、再封印の儀を執り行います。お前は？私の名はバックス。神の代理人にして再封印の儀の進行役を務めております。マリー、アラキ、コナー、リーファ、まずは4人の殉教者に祝福を。あなた方は光栄にも選ばれたのです。世界を救うための聖なる生贄、柱に。生贄？柱だった？世界は今滅びの危機を迎えております。約束された終わり、黙示録の時が訪れたの。滅びの危機って？ここへ招かれる前にご覧になった者もいるでしょう。大地が裂けるの、海が裂けるの、そして異形の獣が人々を喰らうの。全てはあの青き星に封印されし最悪が目覚めようとしているため。大層なことだな。神は世界を守るべく、すでに捧げられた柱の力を使い、滅びの一瞬前にて時間を静止させています。あなた方の使命は、その命を捧げ、時が動き出すより先に最悪を再び封ずること。先帝者があなた方の命でそれを行う。ダウィンよ、あなたこそ先帝者。柱の魂ソフィアを捧げ、封印を施す者、世界の救世主にして、後に殉教者たちの献身を伝える者、あなたが選び、定め、そして捧げるのです。選ばれし者たちの命を。あなたは偉大な使命を引き継いだのです。その身に宿ったオーランダの命に恥じぬよう、先帝者としての責務を果たしてください。それでは柱の剪定の準備に入りましょう。これからあなた方は異形の獣がひしめく大地を歩むことになる。そのサポートをする者を紹介しておきましょう。この者の名はレシカ。何か必要なものがありましたら、何なりと申し付けください。では、運命の舞台の幕開けです。
レシカと申します。これからよろしくお願いします。選定者。選定者。何か。いや、何でもない。よろしくって何をするのかもわからないが。世界の救済です。あなたはこれから世界を救うために戦うのです。尊い犠牲を捧げながら。今呼び出したのは神のお力の一つ。その転移装置に触れれば、あなたの意志で大地へ瞬時に行った。だし、静止した世界は不安定ですので、同じ地に降りることができるのは2名まで。まずはあなたの最も身近な存在、そこであなたに宿った力を。選定者の力を確かめる。待ってくれ。なら俺一人で行けばいいじゃないか。いいえ、それでは制御しきれないでしょう。どういうことなんだ。すぐにわかります。聖獣の力、鳴らすにはその命に近しいものが必要です。では選定者ダウィン、あなたが初めに降り立つ地は流れ落ちる清流の鱗。お気をつけて。すでに世界はあなたの知るそれとは異なっていますので。
ラピュッピュ。この切ないスペースでビジネスをやってるナイスガイだ。品揃えとサービスには自信があるぜ。ま、最後までよろしくね。Thank you.